リクです。 AI 猫のアポロと申します。オンラインゲームを作ろう、始まるよ。この番組は私たち中学生がオンラインゲーム作りに挑戦する番組です。イエーイ。私たちのオンラインゲーム開発をサポートしてくれる AI 猫のアポロです。アポロよろしくね。はい、よろしくお願いします。今リクたちが取り組んでいるのは Unity を使用した 3D オンラインゲームの開発です。このゲームは弓矢を打ち合って遊んだり、チャットやエモート表現を楽しむことができるサービスです。リク、乗り物に乗ったりもするんだよな。そうです。いろんな楽しみ方をどんどん増やしていって VR 対応なんかもできるといいなって思ってます。こちらの番組ではオンラインゲーム開発の様子を皆さんにお届けしていきます。わからないことばっかりですが、オンラインゲーム開発に必要な知識や技術を一個ずつ勉強しながらゲームを作っています。プログラムを書くシーンもありのままお見せしちゃいます。しちゃいます。そしてアポロの他にも私たちの開発をサポートしてくれる最強の味方がいるんです。アポロ紹介しちゃおう。行ってみっか。せーの、サーバーソリューションストリックスクラウドです。ストリックスクラウドとはオンラインゲームを簡単に作れるサーバーサービスなんです。オンラインゲームって何人かと協力してプレイをしたり、たくさんの人とつながって遊んだりしますよね。そのためにはサーバー開発とかネットワーク通信とか、そういった技術が必要になります。ストリックスクラウドはオンラインゲームの開発に必要な機能を誰でも簡単に利用できるよう設計されたサービスなのです。うんうん。例えばね、オンラインゲームに必要なゲームサーバーをウェブブラウザーでポチポチって設定するだけでサーバーのセットアップができたりするんです。すごく早いの。サーバーのセットアップ以外にもオンラインゲームには様々な機能を実装していく必要があります。プレイヤー同士をマッチングさせたり、遊ぶための部屋を用意したり、プレイヤー同士の状態を一致させるためには様々なアクションを同期させたり、これらを一つ一つ開発するには知識や技術、そして多くの時間が必要になります。いやー大変。でも大丈夫。オンラインゲームに必要なマッチングもルーム作成も同期処理も全部ストリックスクラウドが実現してくれます。しかも私のような初心者でも簡単にオンラインゲームを作れるような仕組みになっているんですよ。オンラインゲームを作ろうという番組ではストリックスクラウドを使用した開発シーンを順番にご紹介していきます。サーバーのセットアップ、サーバーのセットアップがこんな風に簡単にできちゃうにゃ。とっても簡単なの。キャラクターの位置やアニメーションの同期、初めての同期処理、別の画面で同じキャラクターが同じ動きをしてるにゃ。弾の同期とダメージの同期、これもやっちゃうんだ。ここからだんだんオンラインゲームっぽくなってくるにゃ。 RPC という機能を使ったチャット開発、わあ、チャットもできちゃう。これでみんなとチャットしながらオンラインゲームができるようになるにゃ。そして番組の中で開発するオンラインゲームの公開も予定しています。楽しみにゃ。それではオンラインゲームを作ろう、ぜひご覧ください。オンラインゲーム開発頑張るぞ。おー。